行こうか。いや、前回のね、動画ね、非常にお見苦しいところね、お見苦しいところをご覧いただくような形になってしまったんですけれども、今回ね、これガチです。まあ、銃に関してはノーマルスキンとは言いますけども、ジャングルって知って覚えてる ?AK とね、M4 があるんですよ。これはね、強い。で、これ見て。はい。完全にやっぱね、戦場において迷彩がいかに強いかっていうことを物語ってますよね。他の人から全く今バレてないですよね、完全に。見てください。誰も気づいてないです。多分見えてないから、これ完全に。すごいでしょ?バン!じゃあね、すごいでしょって。これ、アメリカ人みたいです。これ見て、これ。誰も気づいてないから、これ。誰だ?来んな、お前。来んな、来んな、横に。来んな。全然バレてないですから、今。ガチでやってこう。どうしようかな。今回、初動はね、ちょいイキリで行きましょうか。まあね。若干、人が降りるところ、都心地区行きましょう。で、やっぱりね、その、先ほどもね、申し上げましたけども、やっぱ戦場において、肌色っていうのは格好の標的でしかないんですよ。ここね、ちょっとね、忘れてました。はい。あとね、銃に抜かりがあった。M27 ギラギラしてましたからね、前回ね。はい。東京グールのさ、最終形態になってましたから。あれはね、良くない。ジャングルに変えました。M4 とね、AK か。ジャングルに変えました。まあ、ここはね、すんげえ目立ってるけど、まあ、これは関係ない。飛んでるんで、あ、来てる来てる来てる、OKOKOK。全部倒せばいいでしょ?はい、OK! 誰のパクリでもありません。よいしょ!ない、ない、ない、ない。あった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 。OKOKOK。リュックもね、こんな感じで、ドノーマルにすることによって、かなりね、性能が。性能が。ちょ、待てよ。ね、やりやった。性能がね、当たんないと。あえてね、弾ね、やっぱ持ちすぎると、重たくなるんですよ、弾がね、いっぱいあると。なので、軽量化を目指しました、今。はい。成功です。完全な成功です。まあ、今のところ、このスキン、意味ないです。はい。都心シンクだとあんま意味ないんだけど、まあ、とりあえずね、初動を超えた時、このスキンの威力を発揮すると。まあ、これをね、見ていただきたい。ここをね、第一段階で突破できなければ、もうやり直します。はい。あの都心シンク行きたい病っていうのはあるから、人にはそういう病気があるんですよ。どうしよう、真ん中のマンション移ろうかな。真ん中移ろうか、悩み中だな。お、下で割れてんね。やっぱね、この迷彩の長袖と長ズボン。長ズボンに関しては、まあ、カーキ色と、まあ、茶色を合わせることによって、オリジナル迷彩を作っていきました。そして、頭はね、まあ、そもそもね、黒いんですけど、なるべく肌色の部分を露出したくないので、マスクをね、一緒にしてね、することによって、完全にこれ、見えません、相手から。正解はこれでしたね。敵ないんだけど。やってんね、やってんね。じゃ、行ってみようか。よいしょ。オッケー。多分、隣にいるんだよな。いや、でも今回はね、ガチで自信しかないですね。銃真っ黒、洋服迷彩。これ完全にね、見つからないですから、これ、本当に。何度もこのね、コスチュームでやられてますから、僕も。ボキュモって言っちゃった。あと、なんか来たな。めっちゃやり合ってる。あー、いた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 。あ、バイクか。あれ、無視だな。お、クオ式やん。これがまたね、強いんですよね。完璧にさ、ガチでさ、マジ、もう兵士だよね。このガチ感見てよ、真っ黒の。これを黒と言いません。もうこうなったら、漆黒と言います。この状況今、漆黒と言います。ん?ゴールデンクルーザー。バカなやつだよね、あんなの乗ってね。もうゴールデンクルーザーなんて、的でしかないから。これね、ちょっとね、勘違いしてるよね。あれ、ゴールデンクルーザーなんて戦場に乗ってくもんじゃないから。ヒップホップの人がさ、なんか乗るやつでしょ、あれ。あ、たた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 、待って待って。大きい M 組んで。おっしゃ、あーしないやろ、やろい。逃げた逃げた逃げた。どうしよう、渡る渡らない方がいいな、これ。どうしよう。あ、いる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 。じゃあ、だる。歩くね、これ。ちょっと、回復だ、一回回復。動けない、動けない。おっしゃー、前段外していく。お、やりやってやりやって。これ行くしかないよ。よいしょ。行くしかないよ。おー、いた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 。こんにちは。待って、あ、痛い、オッケーバン。たまたま3階に入って、たまたま目の前にいたってね。よし、とりあえずね、都心シンクはもう制覇でしょ、これ。1キルで。全部多分他の人がやってくれたと思うから。移動すっかな。なんで俺都心シンク来たんだろう。やっぱりね、ほんと最近だね、気づいたのね。荒野行動において、スキンは邪魔でしかない。白、ピンク、金、赤、青、すべてが目立つ色。ピンクとかね。ピンマクってなんやねん。目立ちまくるやん。豪華限定版の金色のさ、もうマクラーレンだのなんだ、まあ、いろいろあるやないですか。なんじゃありゃってことだから。やっぱ一番いいのはマクラーレンの初期カラー。で、ジープは回線性。あれがね、一番強い。まあだから今回に関しては、ちょっとマクラーレンもいいんだけど、やっぱり真のね、モサが使うであろう。回線性をやっぱ使っていこうかなと。あの迷彩以上の迷彩ないでしょって。よし、これ渡れるかな。際の際で、ダイブ!いける?
よいしょ1階の窓枠って全然意味ないじゃん。俺空号式か、もう完璧や。よし行け。ちょっと待って、ベランダに降りるつもりだったんだけど、待って、こういうとこだよね、こういうとこ、これこれがね、完全に、ちょ、邪魔だろ。刀邪魔だから。刀クソ邪魔だから。これで見えない。見て！完全にバレないでしょ。これね、隠れるときにね、コツはですね、木の根元とか、岩の付近とかね、隠れちゃダメなんですよ。もう敵はそういうとこ見るんで、何もないところ、こういうところ、こういう感じで。怖っ。これで、完全に隠れてるんですよ。木とかの付近に隠れちゃダメなんですよ。撃たれたときね、遮蔽物ないので、もう即死するんですけど、まずバレない。まあ、リスクは取りますよね、もちろんね。リスクはあるんですよ。木の根元とかに隠れた方が、まあ、撃たれたとき、バレたとき、隠れやすいんですけど、まあ、そのリスク以上の、この迷彩カラーのこの強さを今回、見せていきたいですね。見てください。バイク誰も見えないでしょ、これ。見えてます、みんな。今見えてます？いって！バン！あや、これ！あ、ジープあった。これですよ。これ、回線整理でいきましょう。こっからは、おいっす。これね、完全に見えない。だからこれ、ジープさ、一見さ、窓とかないから、いや、撃たれまくりやん、こんなのと。思いがちでしょうけど、これね、これジープの色と、全く一緒なんですよ、僕の服。ほら、どこに乗ってると思います僕。見えないでしょ。こういう感じで。これ見て。撃てちゃうから。最強じゃん、回線整理。バン！見えないわ、撃てるわ。最強やん、これ。今までほんと邪険にしてて申し訳なかった、ほんと。大先生が最強です。はい。何中トンチ。ガチすぎてね。もう見ました今。感染ドン、感染コメント。何中トンチって聞いてきてるんですよ。どういうことかわかります？本当に自衛隊の人だと思われてるんですよ、僕。本気で。本気で自衛隊の人だと思われてるんですよ。陸上自衛隊とかね。そう、そういうことです。何中トンチでしょ？完全にあの人ね、勘違いしてます。僕自衛隊じゃないですから。へへへっつって。物資欲しいな、あれ。行こう。海先生一強でしょ？この界隈。セダン込みで。セダン込みで海先生一強。本当にね、なんだ、俺やっぱ荒野行動何年もやってるけど、たどり着いたね、ここにね。この物資、いない？いないの六角。ちょ、待って。え？あかん。多分いる。なんか頭見えた気がした。幽霊かな？頭見えた気がしたんだけど。一旦落ち着きましょう。おっと？あるやん。来た。ちょ、待って、来たぞ。どこだ？あ、いた。ほら。うわー、逃げられるー。待って。どこ行った？あ、いた。おー、なんだ。ドラマのなんか、刑事物のドラマかも。足元ピュン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 って火薬が弾けてみたいな。わかるかなこれ。ガチやから、これ。おいしょ、オッケー。あれ、トニックか。敵からしたら、海先生は全く見えてなかったと思います。ほら。まあ、もうあれでしょ、俺、車でしょ、もはや。俺、海先生じゃない。合体してるよね、完全に。オッケー。AW 持ってるかな。AW。あ、持ってるじゃね？持ってるくね？あった。来たわ。完全来たわ、俺。はい。よーし、これでバチバチ切る。ちょ、待って。OK？ ちょ、待って。どっから撃たれた、俺。どっから撃たれた？バン。は？わかんないんだけど。ちょ、待って、怖い。ちょ、海先生邪魔。どっから撃たれたかわかんないんだけど。っていうか、いないんだけど。どこ行ったんだ？え？一番怖い。どうする？海先生どうする？捨てる？乗ってくか、あれ。一応乗ってくか、あれ。やっぱ海先生よと共にやってきた、この2年間。帰った？ホーム抜けしたんじゃね？ホーム抜けしたんじゃないの？え、絶対木裏とか隠れてんでしょ。あ、いたおるやん。ホーム抜けしなかったやん。どうするあれ。クロスキリか。はい。どこ行った？あー、ちょっと、わかりづらい。あー、隠れられた。ちょっと待って、これ。どうするこれ。どういう感じで？あ、いた。おい。待って。ちょっと待って、車。嘘でしょ。ちょっと待ってよ。この状況で車ちょっと勘弁して。挟まれたよ、俺。終わったこれ。終わったもん。いや、でも、この、スキンを信じる。いた。ほら、見て！完全に今、ピエロみたいな、バカみたいなマスクのやつがさ、投げとるよ。あ、いた。これで邪魔入んないんでしょ、これ。さすがに。いや、出てこねえな。ん？ちょっと待って。待って、なんかそっちから銃声だけど。また来た。あいつ逃しちゃうよ。ちょっと待って。あ、いた。今んとこいるね。外す、致命的。うっす。え、頭じゃないの今。バレてないもしかして。うっす。申し訳ないな。あいつどこ行った？いや、逃げられたな、これ。さすがにちょっとちゃちゃ入れすぎでしょ、みんな。てか、アンチ来ちゃうな。よし、行きましょう。俺の相棒と共に。あの六角、いない？お？何を？バン！なんか引いたな、俺。まあいいや。
まあ、気のせいでしょ。ここ結構見晴らし良くない？勝ったな、これ。なんか悟っちゃった、今、勝ったな。まあ、今はね、こんな感じですが、あと3人でしょ。後ほど、神業を見せたいと思います。このスキンのね、神業。それ失敗して2位とか3位になったらごめんなさい。ちょっとね、勝負かけたいと思いますわ。おっと？来たよ。来たよ、来たよ、来たよ。来たよ。おい！ちょっと待って。今の当たらんってどういうことよ。痛い痛い。顔出さねえな。いやーなんかちらほら、ああ右に行ったな。なんか誰か右行った。回ってったね。いやーでもちょっとリスクあるなこれ。どうしよう。こっからついにこのスキンの力を発揮させる。なんかやり合ってる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 やん。見えないんだけど、これついにやっちゃうかこの辺で。俺必殺技出しちゃおうか。ちょ見え全く見えないからどうしようっていう時はほっ、これだよね。見てこれ完全に、あ投げとるけど、なんか投げとるけど、この木の根元に隠れないことによって完全にね僕を見失ってんすよ。もう木を見ますよね。木と岩を見ますよね、間違いなく。まだ建物とかね、見てくださいこれ。ちょっとちょっと出てる出てる出とるがね、出とるがね。多分大丈夫です、多分大丈夫です。いた、見えてない。見てこれ、これが隠密行動です。バカ野郎、待って、当たんない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 、ちょっと当たんない当たんない当たんない、マジマジ危ない危ない危ない、バカじゃねえの俺。こういうことです。マジか、危ねえ。見て、ガスも敵もほら見当違い、木のとこ投げてんでしょ。全くそこじゃねえぞ俺がいるところは。1対1、これでねしっかり決めて、このスキンが最強ってことをね調べしめまりまし。これちょっとさ、AWM 邪魔だな。リュックも邪魔だから全部捨てるか。完全に軽量装備にするか、ここから。ワンマガあれば、ワンマガじゃ足りねえな。ワンマガで 100発ぐらい欲しいけど。もう全部捨てましょう。これ全部、こう捨てることによって、あ、ちょ、もうちょっと待って。ガソリンまで見えちゃうんで。あ、ちょ、待って。見える見える見える。これちょっと、回復のあれが見えちゃう、回復のやつ。目立つ目立つ。普通に走ってるけど、俺。普通に走ってるけど。待って、どこだ？敵どこ？敵どこ？敵どこ？ん？あ、待って待って待って、かーっと噛み合いも OK。 はぁー、俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句あるなら俺に言え俺に言え、くだらないライムは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, ホログライステージも淡い中